シップ。それは新たな価値を創造していくマインド。実践者から学ぶ今求められるアントレプレナーシップ。広島市の箱ジム、空き物件を活用し24時間利用できる個室型ジムのパイオニア、働く世代を中心に人気を集めています。実践者は代表取締役永田英明。弊社箱ジムはですね、2017年の5月に創業しました。24時間営業の無人のジムでして、弊社一般的なジムと違っていて、店舗が完全無人になっていて、で利用者がスマホで予約をした上でお越しいただくと。で、自分一人でも使えるし、トレーナーをつけてトレーニングすることもできるといった、そういったサービス内容となっております。弊社の置いてある器具がこういったダンベルとかバーベルとか、こういったフリーウェイト器具に特化をしてまして、なかなかこういった器具って初心者の方ちょっと使いづらかったりするんですね。なのでトレーナーをつけるという選択肢があるんですけども、せっかくの個室なのでやり方が分からなくても自分で適当にやりたいというお客様もいらっしゃるんですね。そういったお客様向けにですね、スマートミラーという仕組みを開発してまして、これは鏡の中にバーチャルのトレーナーが浮かび上がって、お客様は目的ですね、トレーニングの目的、ダイエットをやりたいとか筋トレをしたいとか、そういった目的5個くらいの質問に答えていただくと、そのお客様の目的に応じた1時間分のメニューがスマートミラーの中で再生をされます。で、その再生されたメニューをやりながら一個一個の種目ですね、だいたい 7,8 種目ぐらいやるんですけども、に対してきつかったとかってフィードバックを入れます。そうすると次来た時にそのフィードバックに応じてメニューが組み替わって、お客様が来るたびにその方に合ったメニューですねが提供されると、そういったサービスを開発をしています。もともと私福岡の出身でして、大学を卒業した後に広島の会社に就職をしました。そこでは自動車部品会社でエンジニアとして働いてたんですけども、そこでアメリカに駐在する機会がありまして、そこで5年間駐在していたんですが、アメリカに行った時に体調を壊してしまいまして、もともとあんまり運動する人間ではなかったんですけども、その体調を壊した時に、アメリカって結構アパートの一角に住民がだけが使えるようなトレーニングルームとかがあったりして、そこでトレーニングを、1日10分とかなんですけども、6ヶ月7ヶ月ぐらいやった時にですね、その体調が悪いっていうのが白血球の数値が低かったんですけども、それがいつの間にか基準値に入っていて、あ、やっぱり運動ってとっても大事なものなんだなっていうのを思ったのと、あと、それまであんまり運動しなかったんですけども、やっぱり近くにパッと行けるところがあると、気軽に運動ができるなっていうふうに思いまして、でそれを日本に帰ったらやりたいなと思いました。で、それまでエンジニアとしてのバックグラウンドしかなかったので、帰ったら一回経営の勉強しようと思って、県立広島大学に MBA のコースができたので、そこで夜間と週末ですね、勉強した上で起業しました。お金に関しては創業した時に、ローンですね、創業者向けのローンであるとか自己資金とかで賄いましたので、なんとかなったんですけども、弊社はこういった実店舗のあるジムですので、出店するためには毎回お金がいると、そういったところは常に苦労してます。その他の苦労点としては、弊社まだ名の知れていない小さな会社、スタートアップですので、なかなか就職しようかというふうな形には普通の人はならないんですね。なので弊社に就職して弊社に参画すると、こういったいいことがあるよというのを魅力を伝えて、でやりたいという気持ちになっていただくと、そういった形で仲間を捕まえていくと、集めていくといったところに非常に注力をしてます。私がもともとフィットネスの専門家ではなくエンジニアということもありまして、フィットネスの専門家に入ってもらいたいなと思いまして、会社登記する1週間ぐらい前にですね、近くのフィットネスジムに行きまして、そこで体験でトレーニングをしながら、誰かいい人いないかなというふうなところを探してですね、良さそうな人がいたので、その方にお話をして一緒にやりませんかというふうに
説得をしてですね入ってもらったりとか、そういったヘッドハントとかもしてました。まだ仕組みとかも整っていない、みんながむしゃらでやってるような状態でして、サービスもゼロから作ってまして、仕組みとかも自分たちで考えながらやってます。全てが整っていないので、いろんなトラブルが頻繁に起こります。それを解決していくと、みんなで知恵を出して解決していくと、そういったところも苦労はしてるんですけども、そこは楽しみの一つでもあるかなというふうには思ってます。ターニングポイントとしては、なかなか銀行さんとかからお金ですね、融資を調達するっていうのは難しいなとは感じてるんですけども、やはり日本がですね創業率の向上に向けていろいろとサポートしてくれているので、理解が昔に比べるとだいぶ理解が得やすいのかなと。弊社みたいなまだまだこれからで、まだ赤字とかも生んでるようなスタートアップでも、熱意とか、計画をしっかり数字を結果しっかり見せることで、理解が得やすい環境になってきたのかなというふうに思ってまして、昔に比べると事業拡大するための資金調達がだいぶできるようになっているのかなというふうに思ってます。うまくいかないことはたくさんありますと、スタートアップの場合は特にそれが多いです。やったことないことをやるので、これお客さんに使ってもらえるかなと思ってリリースしたものが全く使われないとかいったこと、これ絶対いいアイデアに違いないといったアイデアが全然良いアイデアではなかったかもしれないということなどたくさんありますが、諦めないということが一番大事かなというふうに思います。結果が出ないのにずっとやり続けるっていうのも良くないんですけども、ただあと一歩あればうまくいくかもしれないという時にやめてしまうということがよくあるので、少なくとももうここまではやろうとかいった根気が大事かなというふうには思ってます。思いつくだけとかアイデアを出すだけというのは誰でもできるんですね。多分弊社のこのスタイルも日本だけじゃなくグローバルでたくさんの人が思いついていたと思うんですけども、やっていないと、でやったとしてもちょっと苦労したらやめてしまうといったこともあるので、できないっていうわけではなくて、それはただやらないだけかなっていうふうには思っています。私の知人とかですね、後輩からどういったアイデアが良さそうですかとか、何が儲かりそうですかとかいったことを聞かれたりもします。ただそれよりも、やってる最中に苦労することたくさんあるので、やり続ける、先ほどの根気ですね、根気持ってやり続けるためにはやっぱり自分が好きなことをするのが大事かなというふうに思っています。私も学生の時はどういった進路がいいのかなというふうなことは思い悩んだりしたんですけども、ただ今はすごい変化が激しいので一つスキルを身につけてもすぐに陳腐化してしまって使えなくなってしまうといったこともあります。今エンジニアがすごい不足していて、エンジニアになりたいなったら稼げるって思ってる人たくさんいると思うんですけども、それも AI が置き換えてしまうかもしれないので、何をやったら良さそうかというよりも、自分は何が好きなのか、何だったら時間を忘れて熱中できるのかといったことを見つけるのがいいんじゃないかなというふうに思います。